こんにちは、リトルプリンスソフトテニスコーチの小村です。今回雨の日にやる練習、または、コートが使えない時、やれる練習第2弾、いきます。今日はラケット使いません。使うのはボール、はい、と、自分の体あれば全然できますので、今日はちょっと、それを、お教えしていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ実際ボールを使ってやっていくんですけど、もう本当に手がラケットだと思ってください。そのままボール上げたらこういう形でポン、はい、こういう形で膝曲げて、もうこういう形でボール突きをすれば OK です。でボールやっぱ動きますので、それに対してしっかり動くこと、右手が出したら左足で、右手の時には左足を出していきます。反対の時には、はい、右足を出していただくのでちょっと近づいてきちゃいますね。ありますね。はい、こういう形でいきますと、はい、しっかりいきます。で、ちなみにこれはフォアハンド打つときにやるんですけど、実際ボール打つときには横になります。これネットを挟んでやることも全然可能です。実際にはナショナルチームの代表選手のトレーニングの一つの中に手でテニスをするというのがありますので、これをやることでボールとの距離感、感覚ですね、もうしっかりつくことができますので、特に1年生、特にラケットに慣れてない初心者の子とか結構向いてますので、ぜひこういうのやってみてください。またちょっと発展練習、また、2人でやるものもありますので、ちょっと、ご提供していただきます。よろしくお願いします。はい、では実際に、今一人でボールついたと思うんですけど、慣れてきたら今度二人で、はい、やっていきたいと思います。はい、アシスタントコーチ、はい、杉田コーチになります。はい、では実際にネット、実際テニスコートの場合はネットがあるんですけど、ネットがない場合にはコーンとか、はい、ハードルとか正直何でもいいです。何かこう邪魔になるものですね、机でも大丈夫、こう何かこう障害物があってそれを乗り越えてもらえれば全然結構ですので、はい、こういう形でボール突きをしてもらって、はい、まずは最初3回で結構ですが、3回で相手のところにポーンとネットをして、はい、いけるように、はい、手を使ってしまうと、はい、すごく難しいので、はい、やっぱり膝を曲げてしっかり下から上、ね、こういうふうにボールを持ち上げることがすごく大事になります。で、はい、杉田君背高いですから、背高い人はやっぱ背で、ね、しっかりしゃがまないといけないので、しっかり手首をこう使っちゃうとこういう形になっちゃうので、はい、なるだけ手は固定した形ですね、はい、指先使わないように、はい、このまま、はい、指先ベロベロ使っちゃダメですよ。このまま、ね、下から持ち上げる形、手を固定してもらって、このままボールを持ち上げると、はい、こういう形でしっかり持ち上がります。で、上に持ち上げすぎちゃうと、はい、今みたいにネットしちゃいますので、はい、普通にこう感覚をつかむためには、ね、はい、下から上に持ち上げるのが大事なんですけど、実際テニスっていうのは相手のネットの方に向かって打ちますので、少し斜めの方に、はい、出すような形になりますので、少し前の方に出すような形になります。はい、レッドになっちゃうとダメですからね。なので、実際こう障害物で前に硬いものとかあるとき、机とかのときにはちょっと気をつけてください。はい、で実際はテニスになりますので、これを体を横向き作った状態で下からポン、はい、実際テニスに近いような形で、はい、やっていきたいと思います。はい、はい、テニスと一緒です。はい、横向きに振ってもらって、はい、前も見てこうやって振っちゃうと、もう変なとこ行っちゃいますので、はい、必ず横向きをつけること、はい、当たるときには必ず踏み込んだ足の前、はい、こちらで当たるように、はい、お願いします。はい、実際のときにはボール直接ポンってあげると難しいので、一回落としてもらって、ね、はい、ではお願いします。このまま下から、下のままで持ってくるとしっかり戻すと言いますので、はい、これは高く上がります。
ちゃってこうやって振っちゃう人もいるので、ね、そういう人は、ボールが飛ばない可能性がありますので、そういう時には少し前に、足を踏み込むこと、また下から上、で肘をしっかり押し出すってことを意識してくれると、はい、ボールを飛ばせますので、はい、もしも、体育館とか、広いところですね、あったりした場合には、何か障害物ちょっと置いてもらってやることも OK です。また障害物がなくてもできますので、相手がいて、ちょっとした距離があれば、こういう形でできますので、ちょっとそういうところも、コートが使えないという時にもこういう練習ありますので、ぜひトレーニングの一環として、取り入れてもらっても結構ですので、ぜひそういう練習を取り入れてみたらどうでしょうか。